スノーマン、向井孝二、岩本光、深沢達也、安倍良平デイキャンプ動画で見えたこの4人ならではの巣の姿。5月31日、スノーマン公式 YouTube で、デイキャンプ、まずはコーヒー編、最高ですな、が公開された。同動画は、向井孝二プレゼンツの企画。 3月29日にアップされた動画には、キャンプグッズの買い出しの様子が映っており、参加メンバーである向井と岩本光は普段からキャンプをしているキャンプ好き。一方の深沢達也と安倍良平はほぼ初キャンプらしく、うい踊りじしい姿を見せていた。そんな4人が動画を通して見せていた元の姿を振り返ってみたい。発起人である向井は、終始テキパキと場を仕切っていく。 キャンプ場に到着すると、テントを立てた後にコーヒーと早速計画を立てる。それぞれがテントを張る際も、自分のテントよりもキャンプ初心者である安倍を気にかけたり、組み立てを手伝ったり、キャンプの先輩らしい姿を見せていた。さらにお湯を沸かすシーンでは、皮膚希望を持参。焚き木の紐を解く手つきも慣れた様子で、コーヒーもテキパキと入れていく。